浜ヘリポート航空管制課管制担当係長増崎健二さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。太鼓橋側の方からヘリコプターが侵入してきました。ヘリコプターの名前を教えてください。本日はハマチドリ2号機溺れている方の確認をしました。今日の想定はレジャーボートから転落し流された方をヘリコプターで救助するという想定の訓練です。ヘリコプターは海で助けを求める方の捜索を行いました。救助をする方法は方法になって終わっていきます。少し離れた位置に溺れているのは何か理由があるのか。横浜ヘリポートに戻ります。皆さんもどうぞ。